本日はお集まりいただきありがとうございますただいまより歴史的空間再編コンペティション 2019Day2 を始めさせていただきますデイツ2午前の部は先生方による記念講演およびトークセッション二次審査結果発表を行います進行は私金沢美術工芸大学2年 高山美穂が務めさせていただきますよろしくお願いいたしますそれでは開催にあたりまして学生団体数の企画班リーダー安田育人よりご挨拶いたします ただいまご紹介にあずかりました学生団体スノー企画班リーダーの安田です。本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。私たち学生団体スノーは全国から参加される方々に建築ツアー、記念公演、トークセッションを通して金沢の魅力の発信と学生の育成を目指しています。今回の記念公演、トークセッションでは各専門家が何を歴史的空間と捉えどう再編していくべきかを話していただきます。 今後の設計課題を考えていく際に参考となる貴重な機会です。また、午後のファイナルプレゼンテーションにもつながる講演となりますので、どうぞ最後までお楽しみください。ありがとうございました。続きまして、記念講演をしていただく先生方。 トークセッションでモデレーターを務めていただく先生の紹介をさせていただきます京都大学教授、平田昭久先生東京大学准教授、中島直人先生近畿大学講師、日渡綾先生 トークセッションでモデレーターを務めていただく武蔵野大学専任講師松田達建築設計事務所松田達先生以上4名の方々でございます今年度で8回目となる歴史的空間再編コンペティション記念公演トークセッション今年度は 建築、都市、テリトーリーをそれぞれにおける歴史的空間の再編というテーマで行います。本日は、講演者の3名の先生方から、普段のお仕事やこれまでの経験を通して得た知識をもとに、トークテーマについてお話しいただきます。講演後は、休憩を挟み、11時40分よりトークセッションを行います。建築都市 テリトーリオなどさまざまなスケールにおける歴史的空間においてそれらを保存したり新たな建築を生み出したり再編したりしていく手法や考え方について先生方の専門性を生かした議論を展開していただきますそれでは平田先生よよりご講演よろししくお願いいたします。 あ、おはようございます。平田です。今回あの呼んでいただいてありがとうございます。えっ、ー、と僕はですね。京都で建築を学んだんですけども、あの歴史っていうのがいつもほん、ま、京都の学生はなんか変に意識しちゃうので、歴史っていうのが嫌でで。まあ、あの建築を始めた頃はあんまりこう。 歴史っていうのを考えないで建築をやりたいなとずっと思ってたんですけど、まあ、最近になってはなんとなくやっぱりそういうのを意識するようになったぐらいなのであんまり皆さんの前で話すほどのことがないかもしれないんですけどまああの歴史ログ絡まりというタイトルで一応話します。えっと、僕はあの建築を作るとにあの例えばこう蝶々が 花と花の間にこう動いてるみたいなまあそういうその三次元的な空間を作りたいと思って絡ままりししろという言葉を考えました何かが絡まる余地っていう意味なんですけどそれで最近その「絡まりしろっていうので考えてるうちにこういう図を描いたんですね。でこれはその魚の卵が昆布に絡まってその海藻が海底の岩に絡まってっていう,こう連鎖する絡まりの図なんですけれども。 えっとこれが意外に自分にとって意味がある図になっていてですねでまああの歴史なんですよ、ねえっとまあ、その生態系っていうのは何らかその時間軸の中で、えっと、偶然いろんなものが絡まってできていっているので、まあ、結局そういったその全体というのはあるログを伴って歴史的にできていってるものだと思います。 でそういうことを考えるようになった一つのきっかけは太、えー、田,田市美術館図書館というプロジェクトなんですけども、えー、とこれは太田市の駅前太、えー、田っていうのはあのスバルで有名な町で、えー、と人口が22万ぐらいいるにもかかわらず駅前は誰も歩いてなかったんですね。でそれで、えーとまあ、みんなまずいと思って駅前に、 えその人の歩く人の拠点を作るということで始まったプロジェクトでえと僕らはえまあそのいくつかのボックスとその周りにえストリートのようなまあスロープがぐるぐる巻きついているという町のような建物を提案してコンペを取りました。でまあこれ建物としてはまあそういうそのらせんでできた建物なんですけども作る過程が若干と若干 変わっていていというのもその太田の人々がここに本当に来て歩いてくれなかったら何の意味もない建物になっちゃうのでえっとそれでそのたくさんの,その市民の人に関わってもらってで市民だけじゃなくてえまあ図書館の専門家とか美術館の専門家とか行政とかさまざまな人が1個の場所に集まって えー、特定の議題をもとにその建築の,その案をいくつか並べてそこから1個を選ぶということを3回やりましたで、まあ、具体的にはゾーニングの問題とか箱の個数とかスロープの巻きつけ方とか非常にこう具体的なものなんですけれども、えー、とこれその設計の順序としてまず箱を決めましたでその後そのそこに絡まるスロープを決めてそれでその後 太田のある有志の人々と一緒に家具を作って建築的家具をそこに絡めていくっていうことをやったんですけどまあさっきの図で言うとえ海底の岩ががが箱でででスロープが昆布でえ家具が卵みたいななもん,なんですよでそれをその時間の中の順序として設計に開いてでそれぞれの段階をそれぞれの段階ごとにもうフィックスしてしまうというやり方をとった。自然界で まず岩ができてその後しばらくしてから昆布が生えてきてその後しばらくしてから魚の卵が絡まるのと同じようにえまあもう別に設計のプロセスも別にどっかまで決めちゃってその後固めていけばなんとかなるんじゃないかという考えのもとにやりましたでまあそのプロセスの中で実はその決めていく作業以外にもさまざまないろんな小さな意見が出てきて。 実際のスケール実際の場所も空き地なのでそこでそのスケールの中でこう歩いたりとかしてそこで意見を出してもらったりする中で、まあ、僕らが全然気づかなかったような本当に小さな気づきが積み重ねられていったということも同時並行でそこに絡まってきてで最終的にはこの200個の模型を作った中で1個が選ばれて、まあ、あの実現するという過程を経ま,ました。 えとその結果、まあ、その1個の建物が、えーまあ、なんていうかたくさんの人々にとってそれぞれ自分の居場所を見出すことができるような多様性に満ちた場所になったのではないかなと思っていて僕はあのよくあの生態学的ニッチっていう言葉を使うんですけどもしその生態学的ニッチっていうのはある、えー、種類の生物が、えー、暮らすことのできる環境的な、えーま、セットのことなんですけど。 えっともし、えー、異なった種類の人がそれぞれ違う生き物だって、えー、例えたら、えー、っとその違う生き物がそれぞれ自分の場所を見出すことができるようなそういう,う環境の状態っていうのは、まあ、比喩的な意味で生態学的に位置が多い状態だということができると思うんですけど。えーっと まあそういうです、ねえー、ことあるいはその例えばジャングルに1本の木があったら1本の木の中に300以上の種類の生物が住んでるらしいんですけどすごい小さい広がりの中に、えー、ものすごい生態学的日地があるわけですよね。でそういうものを建築でどうやって作るかと、えー、もちろんその形を多様にしていくとか設計者側で一人で考えてできることはたくさんあると思うんですけれども。 実はそういうことよりも自然界の中でニッチがたくさんできていくっていうことはどうやって誇っているかっていうとあるとこまでできたものにまた別の生物が絡んでまたそこに何か別のものが絡んでっていうある種の歴史性の中でそういうその豊かさが獲得されている。でまあそのこの設計過程はえそういう過程としてまあその設計そのものも そういうものとして一回その開いてみてでプロセスの中に段階をこう経てどん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 別のものが絡まっていくっていうことが起こるようにやったらどうなるかっていう実験でやったわけですね。とまあこれそれでまあとはいえその設計者としてはいろいろこのスペースについてはあるいはディテールとかについてはまあそれなりに真面目に考えて設計しているので。 別に全部投げ出したわけではなくて、まあ、そういうことも含めた総体は、まはあ、行くとよく分かると思うので、えっと、ぜひ、えー、行ってみてください。はいあんまり時間がないので、えっと、それでですね最近その八代っていう熊本県の町で、えー、伝統的なそのお祭りのための場所っていうのを設計しています。えっと、これははお祭りっていうの,はあの 祭って言いましてすごい派手な矛、えー、が町中を練り歩くという行列のお祭りなんですが、まあ、それにちなんで道を作るっていうコンセプトで、えーまあ、道の周りに展示空間があったり矛、えー、とかを片付けておく保管庫があったり練習のための伝承ルームがあったりというような提案をしました。これれが歩行なんですけれども まあこれ日本というよりもほとんど中国に近いようなまあ,あの辺は上海の方が東京より近いのであのまあそういうぐらいの,その大陸との距離感の中で育まれたまあこういう文化だと思いますけれどもえと馬とこう半分戯れるようなこともやって割と派手なお祭りです。でこのお祭りをこうまあどういうふうにえと現代のまあ社会の中でもうちょっとその盛り上げていくかと。 あの高齢者の人が多くて、えー、っともうお祭りを引き継いでいく人がなかなかいないということが一つ問題になっていてでもう一つはそのえー、っと何て言うか外国からの特に中国からの観光客の人々がどういうふうにここにやってきてお祭りを鑑賞するというかお祭りに関する展示を見たりお祭り関係の まあえー、とイベントとかそういうのを楽しんだりする場所にできるかっていう、まあ、外から来た流れと内側からの,その幼い世代の流れをどういうふうに出合わせて、まあ、一つ新しい伝統みたいなものを作っていくかっていう場所として構想されています。で僕たたちがあの提案しののは、えー、とまずそのコンクリートの、えー、と箱で、えー 展示室ととかか保管庫とか安定した環境を作った上でこの地場の木材を使ってえこれはその,えとその八代っていうのはものすごい森がいっぱいありますからあの木材がいっぱい取れて熊本の県産材も豊富にあるのでえ修正材などにせずにえと製材そのまま使えるように長さが6メートルとか 4m とかそれぐらい短いものを組み合わせてまあ麦わら帽子みたいなこう編み物のようにえっ 傘を傘鉾の上にまたさらに傘をかけていくっていうことをまあ考えているんですけどもこの傘っていうのはこの傘の下で傘鉾を組み立てたりもできるようなまあお祭りの何ていうか拡張されたお祭りの道具みたいなところがあるんですがえっとこのですねジョイントは全部三次元的であの全部仕口が角度が違います。 でこの角度違うのをそのまま普通に作ったらもう全然大変で作れないんですけど、えー、コンピューターのテクノロジーを使うと割合簡単にその全部の仕口の図面をバーッと打ち出すことができてそれを 3D ソフト上にこう入力してそのカッティングマシンに入れると勝手に切ってくれるというようなあのやり方で実際作ろうとしていてあのもうすぐ工事が始まります。でこういうそのなんていうか伝統的なものと もう一方でその現代のテクノロジーみたいなものを重ねながらその伝統にえともう一つその新しい伝統を加えていくといいますかまあそういうことをこう試みようとしているんですけどこれはあの台風がいっぱい来るので風洞実験の,あの写真ですけども5 0ルの風洞の中にこういうえと計測器を入れた模型を入れて実際に測ってこう危険がないかとかまあこういうのもあの今のテクノロジーがないとできない話で。 えとそういうその新しいものと古いものをこう重ねることを意図してるんですが、えー、とこの町でも実はさっきの太田みたいなワークショップをやったんですね。たたただだすごく印象的だっっのは田みたいなというのも,もう最初の段階でその市役所が作った行政が作ったプログラムを元に僕らやってたんですけどそれに対してなんかもうものすごい剣幕で怒ってる人とかがあの来てでそれは何なんかもう。 あれ模様だったんですよね一見ただ僕面白いなと思ったのはその人たちはけ誰一人自分のことを言ってないんですよ。なんかそ,のそれぞれが属している、えー、例えばその、えー、日文日本舞踊の文化団体だったりそれぞれの団体があるお祭り以外にも。でその人たちもやっぱり何百年の伝統を背負って、まあ、生きているんですね。 で自分の人生よりも長い時間というものを意識して発言している人っていうのは僕は初めて見ましたその時にまあ,あの生で,、えー、でそれでその太田の時はやっぱりあくまで自分の子供たちが大人になるとかそれぐらいの時間30年とかいうタイムスパンでみんな話してたんですけども八代に行くとこうもう何百年という単位の時間を相手に何か話しているでそれがすごく面白いなと思ってで まあ建築ののプランって面白いのはえとお互いにこう廃反する利害を持った人たちの話をよくよく聞いてるとなんか間のちょうど中間みたいな地点っていうのがプランニング上見つかったりするんですね。でまあ全員が完全に自分の要求を聞き入れなくてもかなりの部分聞き入れられたっていう状態をどうやって作るかっていうことにまあ話し合いのほとんどのプロセスが当て,まあ当てた方がいいなということで当てて。 やったんですけどもそれはその別に何て言うか太田みたいにコンセプュャルに、えー、プロセスを重ねていくっていうわけじゃないかもしれないけれどもこういうその新しい伝統を作るという時にやっぱりこうそれなりの時間を背負って発言している人の間を調停するものとして建築があってで、まあ、それで何,何か知らないけどこう木でそういうものができたっていうことになって、まあ、最終的にそのお祭りが盛り上がるといいなというふうに ま思っていますえー、っとまあそういう伝統とかあのひあの歴史とか考えたことがある、まあ、プロジェクトとしてはこれが一番最初かもしれなくて、えー、ってこれはその台南っていう台湾の京都みたいな町で、えー、っと提案した美術館のコンペの2等案であの伊等は伴茂さんが取ってもう立っちゃったんですけど、まあ、我々は惜しくも2等だったんですけど。 えっと、丘と谷を作るっていう、まあ、現代美術館の丘と、えっと、近代美術館の谷っていう2つをこうカップリングして提案したものなんですけどもこの台,台南っていうのはあのレンガので有名な町っていうかあの台南であのりで採れる土を使ってレンガを作ってで、えっと、このレンガの建物がたくさんあるんですね。であの このレンガっていうのが結構面白いなと思ったのは、あの元々その。オランダ人が、その台湾を最初にこう占領するんですね。で、その占領の拠点となったジェーランディア城っていうのは。レンガでできた要塞なんですよ。で、その後日本軍があのやってきた時も、えっと、結構レンガの建物をたくさん残してます。で、そういう意味では。レンガっていうのは、何かこう外からやってきた。 侵略するような、占領するような、こう力みたいな権力みたいなもの、どこかで象徴しているようなものでありながら、その台南のえー、っと、街も、まあ、暁とかレンガで、実はその割とあの小さな建物もできていて、それがこう、ある種の歴史的な雰囲気を醸しています。そういうですね、なんていうか、あの、いろんな、その一個の単一の、あの意味じゃなくて。 えといろんな意味をはらんで台南のこのレンガっていうのがあってでかつそのやっぱりその、えー、と土なんですよねやっぱりそのレンガってだからあのすごく、えー、とつ土を感じさせる素材なので、まあ、僕らはその提案したのはその台南の土がそのまま盛り上がって。 えっと、そこでその丘みたいなものができてその丘の中に美術館ができるとかあるいはもともとあったこの警察署の建物にこれレンガなんですけどその伝統的なレンガの建築にさらにまた土であるレンガを積み重ねていってでそこに谷を作ってそこに近代美術館を入れさまざまな歴史的な、えっと、何というかあの要素が共存する中で、えっと、アートを鑑賞するというようなことだったり。 えー、まあそのなんていうかたあの土着のものと外からやってきたものとなんか見分けがつかないようなものとしてレンガっていうのを捉えていくと、まあ、僕たち日本人がここで何かを作るということも含めて、えー、豊かな意味として対難、まあの中に築づいていくんじゃないだろうかというようなことをまあ考えて設計をしたんですけども。えー まあその台南っていうのは面白い町であの日本があの統治してた時にえと近代都市計画ですごい道路をバーンと通してるんですけどロータリーとかがあったりえと自然発生的な道も残っていてもともとうねる街路みたいなのはそのグリッドの中にまだ生きていて実際使われていたりそれぞれに小さな建物が建ってたりするんですね。 まあそういうその,大そのものが非常にそのハイブリッドなまあ多分世界的に見てもそんなにたくさんはないハイブリッドな都市でそこになんかそういうハイブリッドな意味合いを持った素材とまあそのハイブリッドな考え方でできた建物を作ってえまあそういう歴史みたいなものにえ新しいなんか意味みたいなのを重ねていくっていうようなことを考えてえ作った建物で。 まああの僕もなんかだからそういう意味ではその歴史とか時間の流れみたいなものをどう捉えていいか全然わからないというかまあ試行錯誤の中でしかまだ考えることができていませんのであんまりはっきりとしたことは言えないんですけれどもえどうやらまあ設計していくとそういうことがすごく面白いことなんだなというのがまあ最近ようやく 意識されてきたという話をしようと思って今日はこんなものを持ってきましただいたい時間のようですので、えー、っとありがとうございました平田先生ありがとうございました 続きまして中島先生お願いいたします。 あの都市計画や都市デザインやってるんですけども今日はあのまあ歴史的空間の話なんですけど歴史的空間の再編ってやっぱりあの認識とあのデザインっていうのは表裏一体で今日特にその認識の話をしたいというふうに思ってます。であの歴史的空間の再編のための都市計画的読解ということであの歴史的空間我々歴史的空間でいうとこういう歴史的な街並みのことを思い出します。であの私こういう空間すごい好きでまあこういう歴史的なあの環境というものが。 日本の中にはたくさん残っていて、まあ、こういうところを本当にどういうふうに保存していくかって大事な問題ですあの一方であの多分都市計画や都市開発というと、まあ、これはあの先週うちの,あの子どもたちはアンパンマンミュージアムが好きなんで結構よく行くんですけどあの港未来ですけど何、まあ、となくあの都市計画や都市開発というとこういう空間とかこういう像を思い浮かべると思いますで今日お話し,したいのは こういうい歴史的空間さっきお見せしたのは町並みみたいなものとその都市計画とか都市開発ってあの往々にしてこう対峙する関係というふうにあの捉える方が多くて VS ですね全然違うその2つで時々あの都市計画や都市開発っていうのはまあ,ある種歴史的な空間にとってはまああの悪者というかまあそういうあの位置にもあるような気がするだけどその対立っていうのはまあ確かにあの今の2つの歴史的町並みと 港未来を見ると全然違う空間だけどでも日本の都市の市街地を見てみるとほとんどが、まあ、先ほど言った平田先生の「ハイブリッド」とかあた「新しいものと古いものの重ね合わせ」っていう言葉があの平田先生の声の中にもありましたけども都市もまさにそうですよね。これはあのとある都市の、まあ、駅の中心部の写真なんですけども私心ううにすごく歴史的なあの時間とかを感じるんですね。で、あの日本ののの都市の市街地っていうのは,あのこれはの まあ左側はちょっと私の作った図ですけどこれ緑のやつはもともとの古い木造の,あの建物とまあそれが建っているところは古い道筋ですけどもそれとまあそこにもうこのえっと戦後50年ぐらいかけてまあいろんなこうあの建物があの再開発とかで建ってきててまあそれが混ざり合っているような場所で,でこれの全体をこうあ,のある種歴史的な空間として捉えることが大事なんじゃないかというふうにあの思ってるわけです。 でほとんどの市街地というのは歴史的空間と都市計画や都市開発がおそらく混在していてあの一つのものになっていてそれが我々の日本の都市の歴史的空間として非常にあの大事な空間なんじゃないかということであのお話ししたいのは都市計画と歴史的空間は対立する関係ではないということと都市計画というもの自体も歴史の層の一つを成しているということを今日お話ししようと思っています。でそののことを考え出したのは ちょうど10年前に2009年から10年かけてニューヘブンというあのアメリカの都市にいたんですけどもあのここはアメリカの都市の中では非常に古い都市あのピューリターの人たちが最初にやってきて作った頃にです。であの真ん中こうグリーンっていうのがあって非常にあの古い教会がこう並んでたりしたりすぐ横はイエール大学の非常に古い建物があります。であのどんな都市かっていうとここはですねちょっと変わったあの形で真ん中にこう ちょっとこれ見にくいかもしれませんけどあのナインスクエアといってこれはあの宗教のある種の理想都市の形エルサレムという寺院が聖書に出てきますけどもあの形をあの彼らあの最初の入植者たちがあのここにあの作ったんですねあのグリッドの都市はたくさんあるけど正方形でできていてそれが9つで綺麗にまとまっていて真ん中にグリーンを持つっていうのはニューヘブンの特徴なんですこういうあの当初はこういう都市でしたであのまあこういう都市でまあアメリカの中だと歴史都市なんだけども この都市は、でも実はあのちょうどニューヨークとポストンの間にあってあの戦後に1950年代から60年代にかけてあのアメリカの連邦政府の再開発のお金が一番投入されたところで今の9つのグリッドの中でも再開発、アーバンリニューアルがたくさん起きるんです。50年代の計画です。ロティバルというフランス人の計画。で、実際にこういう構想が建てられてあのこうボコボコとこうあの立っていくんですね。 であの今言ってみるとそういう意味であのこういう再開発の部分というのが結構あってあの当初の,そのピューリタンの宗教的な原理に基づくあの街並みの上にこういうあの戦後の再開発が載ってるんですけどもさらにその先になるんですけどこれ今現状の現状というか10年前に書いたものですけども何が起きてるかというとその9つのグリッドがあってそれが17世紀でそこに1950年代60年代のアーバンリニューラルがあって。 で実はちょっとここにあの分かりにくいかもしれないけどアーバンリニューアルっていうのは交通網と一緒になっていてこれ高速道路があのインターステートハイウェイが入ってきてるのが分かると思うんですけどもそのインターステートハイウェイとその周りの再開発が起きていたとでそれがまあこの2つ目のレイヤーなんですけども今何が起きてるかというとそこをさらにもう一回再開発をしてます一回再開発をして50年代60年代にやってショッピングセンターや駐車場や高速道路を作ったんだけどなんかそれがもうあの まあ、ある意味では社会的な寿命が来ていて、まあ、それをこうあの取り替えようとで例えばあのこの、えー、とイーストブールバールという計画ですけどここだとあの一番下の,下の方を見た方が分かりやすいんですけど1950年代にはこの場所はあ,のある種不良住宅が多いと、まあ、あのアメリカなので人種の問題と関係していて、まあ、黒人の方々の居住地で谷底で非常にちっちゃな建物を建っていたので。 アーバンリニューアルっていうのはそれ全部クリアランスしてそして高速道路と住宅とまあショッピングセンターや駐車場を作ったで今何が起きてるかというとその高速道路をやめてでそのか,そのかつて作ったショッピングセンターとか全部もあの中身はなかったんですけど全部その建物を壊してそしてあの右上があの今の計画ですけどもそこにこう外区型のまあアメリカだとニューアーバニズムっていうんですけどもあの歩行者の フレンドリーな外区の大きさにして街を作っていくってことをやってるわけでもう一つあのこの左側の方に高速道路が伸びる予定だった場所があってでこれは70年代にその一番左側にあの公園があるんですオルムステッドっていうあの非常に有名な人が作る作った緑地があるんですけどもまあそこの緑地保全の運動が起きて高速道路が結局できなかっただけどあそこだけあのもうクリアランスしてあってずっとオープンスペースとして残ったところがあるんですね 道路はもう作らないってことになってあのじゃあそこをあの市街地にしましょうってことであの上があの実際に起きたあの実際に今やってる計画なんだけどもそのこう長い細い土地をこうもう一回町、ま、を作ってるの。でもそれに対して下は実はあの市民団体から出たあの対案なんですけど上の案だと何が起きてるかというともともと高速道路の用地じゃなかった時は一つの町であの一体とした町だったんだけど。 上の案だと高速道路の結局跡地の,そのスーパーブロックがそのまま実はあの今の市街地になってるのでもともとの市街地の分断みたいなのはそのまま残るとそれに対して下の案はもともとの道を全部こう作り直そうというかあの要するにあの高速道路の用地になる前の町を復元しようという案でこれによって上と下の町をつなごうとで今この2つの話をがちょうど私があのニューヘブにいた時に実際に起きててで今これはもう動いてるんですけども。 共通しているのは何かというとあのクリアランスのクリアランスなんですけど1回再開発したりクリアランスしたところをもう1回クリアランスしてますあの1個目の事例だと高速道路とかあのスーパーブロックで作ったいろんなものを壊してあの今の新しい今の考え方の市街地に全部変えようとしているで高速道路の方は実際に起きていることは高速道路の,あのオープンスペースに残ってるんですけども案としてはそれをなかったことにしようというもともとの復元しようとう。 で実は両方とも私はちょっとその違和感というかあの非常にあ,のある意味では面白いし考えなきゃいけない課題があってこの歴史の層っていうのがいろいろある中であの選択してるんですね人々は。でその中で都市計画の層って常々思うんだけど選択されない50年代60年代に作ったもの全部間違いだといってあの全部消えていくんです。でそのことがどういうことなんだろうかってことをちょっとこのニューヘブンのことで考えようと思って都市計画の層というものについての 話をその後考えるようになったんですでそれがあのちょうど私その後ニューヘブンから帰ってきて慶応大学っていう藤沢にある大学に行ってそれ藤沢であるんですけどそこでやったことはそういう意味で50年代60年代これ60年代の建物なんですけどもこれ60年代のこういう再開発のビルこれ3つのビルがちょっと映ってるんですがそういうビルがどういう歴史的な層としてこう理解できるかってことを考えるようになっ で真ん中にはこういうあの広場があるハゼノキ広場っていうもうしょうもない広場なんだけどただあの大相撲中継が流れたりとかして意外とここで考えたのはこの再開発事業のこの一つの外区ビル、まあ、あるいは広場があるんだけどそれをどういうふうにその都市計画の層として見ようかっていう時にあのまあこれ後付けなんですけどもや,やってる時はあんまり考えなかったんですけども。 あの3つの問いみたいなものがあ,のあってその問いに答えていくとその今60年代の再開発ビルと言ったけど60年代の再開発ビルというある時点の点ではなくてそれが都市的な意味を持つ面,あの面だったりあるいはその過去と現在そして未来につながるこう時間のこういう軸として捉えることができるんじゃないかということで3つの問いがある再開発は常々あの不連続点とか断続点というふうにみんな見てそれで嫌がるんだけど。 本当にそううなのかっていうことといこ再開発はあ,のある種民間のビル事業なんだけどでも本当にそれだけなのかとあそこのところにあの敷地の中にビルが建ったとっいう単純にそんな話じゃないんじゃないかということとやっぱり再開発ビルは完成というのはいつなんだとあの建物が建ったら完成なのかというとそうじゃないと、まあ、これはまあ全ての建築家はそうですけども、まあ、その辺のことをこう考えるようになったわけです、まあ、再開発は単ななるビル建設じゃないんです。 まあこれ都市計画はというふうに読み書いてもいいんですけども再開発あのこの場合ちょっとこうお見せしますけどあ,のあらゆるその再開発のこういう今ビル民間ビルなんだけどその民間ビルの,その文脈をこうちゃんと読み解いていくとそこの背景にはその最終的にあれができるまでにいろんなその富士山この場合藤沢という都市ですけどあの戦後に藤沢という非繊細都市をどのように近代化していくかっていうことの さまざまな人のいろんなビジョンや計画があってそれはマルチスケールで降りてくるんでねこの場合だと1957年に藤沢全体を初めてこう,あのこういう計画を立ててその時に藤沢の駅の駅前に初めて商業地域っていうあの商業をもうちょっと集積させようと南にね北側には藤沢宿があったんだけど南にやろうとそれが丸二番になってでそこは土地稼ぎ事業をじゃあやりましょうってそこでいろんなことを考えて為ぎ事業を考える。 でその中でこれ駅前広場を作ってるんだけど駅前広場を作ったその周りには防災建築学といって、まあ、再開発だけどもそ,のそれを建てましょうといってそれでまあ基本計画でその4番のところが初めてあの今の最初に見せたあの再開発の,あの,あのビルの真ん中の,あの部分になってくるんですけどもそう考えた時にあの実はこの一つの,あの再開発の先ほどあの大相撲が流れてるといったあの空間は。 実はものすごい藤沢という都市の,そのある時代の,そのビジョンとか構想とか計画とかっていうものが詰まっている場所なんだよねたった一つの場所なんだけどそこの一つの場所からいろんな都市的なあの構想力というものがあのこう湧き出てくるような場所だっていうことがあのこう見えてくるんです広場として質がいいとかあの空間としての何か遺産性があるってことじゃなくてまあそういうのがあると。 再開発するると建物はもちろん変わるわけだよね。あの大きくあの建て替わってあの小さな木造で密集した部分があの変わっていくんだけどでもあの都市っていうのは形だ,け形だけじゃないというかやっぱり根強く残るのはその土地の権利なんだよね土地の権利とかあるいはそこの床の権利でこれはその今あの我々がその当時研究したところですけどもあの左側が再開発前の非常に小さなあの木造の建物が並んでいたところの 底地を誰が持っていたかという図ですけどもこの企業がまあその所有者を表してますけどその方々は実はこの再開発してビルがになってもそのビルのオーナーなんだよねそれは当たり前といえば当たり前。でそう考えるとでそのビルのオーナーたちがしかもその後ずっと今まであの共同でこの場所をこう経営してあのその子どもたちが引き継いでるんですけどもでこういうその社会的な組織の連続性というのはあの簡単にはなくならないというか。 それ90年代以降になってディベロッパーを大規模なディベロッパーが入ってくるとこれを根こそぎまあ,ある意味では買い取ってまあ本当に断,続あのえと断絶するんだけどもそれより,より以前の都市空間のがについては普通はこう連続してるわけねであの大事なのはあの歴史的空間って見る時にやっぱ空間の,この権利の問題なのでその権利者たちがどのような連続性を持っていて彼らが何をこう考えていて で彼らが今でもそのこの場所にどういうあのコミットメントをしているかっていうその視点を持つと一気にその再開発ビルっていうものがもっとまずはあのその過去にもっと遡る長い文脈の中であることとその今につながるあの流れが見えていくるわけで当然そのことは再開発ビルっていうのは完成したら終わりじゃないわけだあのこういうビルは生きられていくわけだよねで例えばこの我々がやったビルだと 松本太陽さんというのは藤沢に住んでたことがあるんだけど、まあ、彼の漫画あの、まあ、アニメにもなりましたけど「鉄痕キンクリート」って中で宝町という町が舞台であの町を再開発するという人たちが来てそれにあの白と黒がこうあの対抗するというのが物語だけどそれの主要な舞台になったのはあそこの広場なんだよね。でそれはやっぱあの広場が藤沢を生きてた松本太陽っていう人が非常にあそこにやっぱり何か記憶があってそれをあのこういうふうに表彰として出してるんだけど。 まあもちろん松本太陽のような表現者だけじゃなくてたくさんの人がその再開発された後にもういろんな思いを記憶を持っててそういったものがやっぱりあの歴史的な空間を語りるぐんです。で我々はそういうことを考えてあの都市空間を読むっていうのは、まあ、読むんだけど一方でその,この場所でそれを展示したりあのその場所そのもののインスタレーションで いろんなそのこの場所の記憶を掘り起こしたりあるいは実は記憶を掘り起こすだけじゃなくてここの,あのなんていうかそのみんなで読むというかあの自分誰がこれあの空間を読むかって問題なんだけどその多くの地域の人たちとこの自分たちのこういう空間の歴史性を読むということを共有したりでそれが最終的にはあのこの空間を使う人たちの使い手というかあの再生の担い手を生み出そう。 だから我々が何かやらなくてもこういう考え方とかこういうその読み方を伝えていくといろんな人がそれをこう広げてくれたでそうするとそこをやっぱりあのこのビルはもうあの古いのであの再開発して建て替えようっていうことで今でも動いてますけどもただ建て替えるまでに時間かかるのでその間にこ,の歴史こういう空間の場所を生かそうという動きが出てくるんだよねで特にこの場合あの屋上はかつてあの観覧車があった屋上があるんだけどもうずっと使えてなかった空間我々がイベントであの そこを使わせていただいてやっていくと、まあ、そこがあのいつの間にかビアガーデンになる、まあ、いつの間にかじゃないんだけどいろいろ経緯はありますが、まあ、そういう形であのこれはあの地域のこの藤沢の肉屋さんとかビルのオーナーさんとかが結託してこの場所をこういうふうに変えていったんだけどそれはあの都市計画とか建築家が変えてるわけじゃなくて自分たちの町の空間の歴史性とかあのそ,のそこが生み出す可能性にこう感じ取った人たちが動き出すわけね。 でちょっとあの時間ないんですけど最後ですけど同じようなことをその東京大学に移った後も高島平っていう場所でやっていてまあ高島平は今回団地の話が多かったのは建築学会のせいだと思いますがあの高島平ではアーバンデザインセンターとのを作って実際の再生をやってるんだけどただその前提のものすごく地道な作業としてやってるのがあのヘリテージプロジェクトっていうやつ。高島平っていうのはあの真ん中に団地があってそれはあるんだけど。 それ以外にも実はあの結構大きな区画整理としてできている一つの町でまあこの町の中にやっぱり将来にこう引き継ぐべき都市空間というのはたくさんあるだろうということをあの地域の方々と一緒に調べてヘリテージといってその運動をしているんですけどもこの地図はあの大事なことが示してあって50個のヘリテージも書いてありますけど実はいくっの建物にこれ色が塗ってあるんだけどその色が塗ってあるのはあの建設年代。こういう…い 都市計画できた町はなんか60年これもう70年代にできますけど70年代に一気にできたわけじゃなくてそれはあの団地は一気にできますけど赤いのはあの最初のオリジナルの建物だけどもその後時間をかけて町というのは形成されていくんですよねでそのもう町自体に何て言うかなその一つの時点でバッとできる町なんてなくてもともとあの都市っていうのは時間をかけてこうどんな都市でもで,あのできていくでそれはあのそれぞれの土地を持っている地主さんのタイミングで作ってるだけな でこの町でもあの考えてたことはで今やってるんだけどその高島平がどうできたかっていうのはもちろんあのすごく大事な話なんだけど当然それ高島平がどうできたかっていうのはその前の条件にあの左右されてるというか影響を受けていてその前からある高島平っていうこの、まあ、田んぼを区画整理してるけどもその前からあるものというのも今でも残ってるしあの高島平が70年代に造成された後もさまざまなあの取り組みで都市空間が変わっている。 ちょっとパッと行きますあのこういう場所ですけど荒川が上にあって下に崖線があって大事なのは崖線の上に集落があってでその前にあったこの田んぼの部分が区画整理されますけど例えばあのこういう地図があって高島平の古い地図ですけどもあのこれを見て分かるのはかつての集落の構造というのは崖上の集落から田んぼそして荒川までの縦のこういうあの連なりがここの,あの地域の基本的な区画割りで。 でこのことがあの今の高島平を見るとわよくわからないんだけど実はすごくあの大事なことなんです。というのは高島平ってあのもちろん公団が持ってる部分も多いけども基本的には区画制だからだ誰かが持ってるんだけど、ね、その誰かっていうのが実はこの崖の上の人たちが今でもこのたもともと田んぼだった土地を持っていてその人たちがその町を、まあ、ある意味では作ってるのでその時にこの縦の構造っていうのは今でも残っていて。 このある集落に住んでる人たちはその縦のその先に土地を持っているというそういう構造でそれがしかも古い例えば消防団組織とかそういうの全部残ってたりするわけ、ね、でそのリアリズムがわからないと高島平の,あのどんなに絵を描いてもあの意味がないの、ね、でそういうことがあのちゃんとこう歴史的には見ると見えてきたりとかで当然計画の文脈あのそれをこういうふうに作るんだけどこの時どういう意図でその何を作ったかとかそういうこともあの 一,個一個の空間には意意味ががああって意図があるんですねでそれはあの例えばじあのあまり大きな話だとなかなか難しいんだけどこういう駅舎が何でもない駅舎のように見えてこの丸のつながりが非常にこう面白いと思うんだけどもこういうのはあのちゃんと当時の,あのことを掘り下げていくとなんでこういうのをデザインされてるかというとこの写真が分かりやすいですけど高島平は団地なので団地は直線でできてるんだよねで。それに対してあの少して少でもこうほっとするような 直線だけの町じゃないあの空間にしたいということでこれ当時の名もなきあの都の職員たちがデザインしたんですけども、まあ、こういう円形を使ってたりするとでこういうことがあの地域の人たちは知らないんだけど一緒に地域の人たちとあのこういうことを掘り下げていくと自分たちの環境というものに対する意識が大きく変わっていく町ができた後も地域の人たちがこれは名前を付けてることあの話なんだけどもまあその名前をけてる話なんだけども 10年ぐらい経ってからいきなりはつけないんだけど10年ぐらい経ってだんだんとその土地と住民との関係が深まっていくとこういうことが起きてきてでこれが今でも残ってるわけで何とか広場とかそういう名前がついていくるのも全部歴史なんで当初高島平はとにかく災害に弱くて水害だらけだったんだけど、まあ、それもやっぱりあのこの50年の間に一生懸命、まあ、これはどちらかというとボトムアップじゃないんだけども この写真はあの一見すると何でもない写真見えるけどマンホールを写してるんですけども、まあ、このマンホールがずっとこう並んでるところがあってそれはその高島平のそういう水害の問題に対してあの下に貯留層を作ってるんだけども、まあ、そういうものもあってそういうものがあのりてくあの時間の歴史の中で積み重なってあるわけね。そういういもものを、しかも最近だと、 あの地域の人たちは使いこなしたり、まあ、これは我々がやってることなんだけどもともとの干賞緑地をあの本当のパブリックスペースにするっていうこういう実験をしたりしてでだいあの伝えたいことは今のような、まあ、あのいろんな時間の層のものがあってそれは重なったりあの混在してるんだけどそれをあの誰が読み解いていくかっていうことがすごい大事で我々はあのまあ小さな実験だけどあの大学での 我々が読み解くというよりも地域の人たちと一緒にこういうことをずっとやってきてであのまあいろんな形でやるんですけど、まあ、展示もありますでも最後ですけどあの今日でちょっとあのじ短い時間で伝えたかったことは、まあ、最初に言った通り都市計画や開発と歴史的空間というのは VS じゃなくてあのそれは重なってるんでねでしかも混在してますで都市計画っていうのも一つの歴史の層だということなんです作られている層のうちの一つ で歴史的空間の再編という時に陥りがちというかよくあるのは歴史の層を選択する問題だというふうに説く人がいるんだけどつまり江戸時代とかある時代で都市計画の時代いらないとかあるんだけどそうじゃなくてやっぱこれは基本的には歴史の層の重ね合わせをどうするかという問題で重ね合わせた方が絶対人間間らしいい空間になるでそのことをどうするかというのが再編の問題で,でその時もっこ大事なのは。 やはり再編の担い手っていうのをどういうふうにこう作っていくか一回再編したら終わりじゃなくて再編は持続的に起こるもの常に再編は起こるでその起こす人は誰なんだっていうその,その人たちをこう実は育むプロセスこそ大事なんじゃないかということであの我々はまだちっちゃなことしかやっていませんけどもそういう人たちを育てているであのこれ飛躍しますけど私の持論はあの基本的に都市っていうのはもちろんさまざまな時代のさまざまな人々の意図とか機との集積なんだけど で共同作品だけど一方であの我々自身も都市の作品だといいいいううことを忘れないようにした方がいい我々はいろんなことを考えて建築の人もそうだし都市計画も何か働きかけをしようとするけどその背景には我々自身が実はその都市とか環境から生み出されてるの、ね、でそ,のそ,それであの我々やってるんだけどそういう意味で言うと一番大事なのはね多分歴史的再編というのを考えた時にやっぱり歴史的再編をする人を生み出すような空間をどう生み出すかってことなんだ。 でそれができればあの自然とあの自分単純に言うとあのその自分の町の歴史とか空間に愛着を持つそのことなんだけどそういう人たちがたくさんいる町は自然とその人たちはまた次の再編を担ってくれていくということなのでなんかそういうサイクルあの先ほど人間の人生はまあ短くて年はもっと長いんだけどその,そのサイクルをやっぱりこう実はつながっていくような。 まあそういうことを実は我々はあのやってるんじゃないかっていうことをまあ常々感じているということでまあ都市はあの誰かの作品じゃないんだけど我々は都市の作品であるってことをやっぱり自覚してそしてあの都市に向き合うっていうことが大事なんじゃないかということですすまままま長くなりりりしたけど終わりますありがとうございます。 高島先生、ありがとうございました。続きまして、日渡先生、お願いいたします。 と私の方はテリトーリオの説明をするようにっていう多分意図があると思うんですけど最初にちょっと研究紹介をしたいと思います。と専門分野は建築士都市市地域史まあ、空間史ってなってましてで建築単体だけを見るのではなくて建築群まあ、都市のスケールですねそこから建築の成立、まあ、変化の背景を考察するっていうことで、まあ、都市市っていう えことまあご存知の皆さんなのでもうこの辺は端折っていいかなと思うんですけども大事なのは時間軸の中でどのように変化したのかっていうところですねでそれが都市や地域がいかに形成されてまあそこで生活している人々ですねがどう成立しているのかということを日々考えていますでフィールド調査に基づきながらまああの研究をしているわけですけども主にイタリアですねまあ最近ちょっと日本も考え始めています で今日はちょっと簡単にまあちっちゃい町なんですけどトレビーゾっていうところをわかりやすいので持ってきましたもうこの辺はちょっと早,く早めに行きますこれこういうまあ水辺の町ですね中は自転車ででこういうえ歴史的な町なんですけどもここがまあどう作られたかっていうのをこうやってもうちょっともう一回いきますね集落が集落がこうあってで古代ローマ時代こうやって発展して っていう,ふうにこういう都市の形成過程を読み解きます、まあ、こういうい地図を使いながらで現在、えーまあ、古い絵とかを見ながら現在もそういうものが残ってるねっていう感じでこう確かめていくで古代ローマ時代のこういうコアな部分、まあ、と特に歴史が一番積み重なってるところですねそういうところにどんなものがあるのかっていうのをこう現地調査を通して発見発掘していくとそうするとトレビー像の、えー、まあ 産業の町なので水車がいっぱいあるっていうことも分かってきてこれが町の特徴だっていうのも分かるんですけどこれちょっとちょっと余談でえっとこの水車がまあ残ってるとでこの水車のこの建物っていうのは製粉所なんですけどもともとその製粉所が今どうなってるかこれ日本だと多分普通に維持保存でそのまんまもう ととして保存すすると思うんですけどここがトレビーゾのすごいところで完全にこの写真なんですけどね内観は完全にこれ冷凍食品屋さんですもういろんなアイスクリームとか冷凍食品がいっぱい並んでるんですけどその中にあのここだけですねここだけこの軸だけ残してもうガラスのショーケースやって陳列だなっていうこの維持保存の仕方がものすごくなんかこう現代のニーズにはしっかり応える。だけど都市の 表層の部分ですねには水車を残してこう都市のイメージっていうものはちゃんと残していくってこういう保存の仕方がすごいなと思ってこの大胆さはなかなか,なかなかないのかなと。でこういう感じでフィールド調査してます。でものすごいマニアックでこういう本当にちょっとしたちっちゃいここですねこれ水車の跡なんですけどこういうちっちゃいところにもう注目して、まあ、まあ燃えているっていうか最近の言葉で言うと。 興奮しているメンバーですでそういうふうに都市を読み解いていくとこういう特徴的な写真も撮れるっていう、まあ、この辺はもうちょっと端折ってあの早めにテリトーリオに行けるようにちょっとします。でこういうこれはあの古代ローマ市駅があったであろう境目の水路なんですけど、まあ、こういう広がりですねこの水路のちょうど境目のところですねの。 ううん、あの右側と左側の空間が全然違う風に読み解けるよっていう話です。それはまあ小地図を使いながら分析していくともともと壁があったであろう、まあ、壁があったっていうのもこの古代ローマ時代にこの壁があったって言われてるのも、まあ、文献で分かってる程度で壁が本当にあったかどうかはちょっとまだ発掘調査をしないと分からないのでここは分かってないんですけどでもこう地図を使っていくと全然こう。 空間の質が違うってことが見えてきてで例えばこういうところも、えー、地図を使っていくと右と左全然違う空間に読めますよっていう事例ですね。ここはちょっとでこういうことをしていくとじゃあ日本ではどういうことが考えられるのかっていうことで日本に落とし込んでいくと、まあ、これ広島の地図ですが、まあ、これ何気ない普通の風景ですよね広島の。ここういういところに えまあこれはもう雁木っていって階段状のものなんですけどもえまあ土木学会でもえここはね価値があるっていうふうに言われていますそれがじゃあんでここに価値があるのかっていう話をしていくとこう歴史的にまあ蔵が並んでてでその瀬戸内って寒満差がすごい激しいのでオー大ンの時は4メートルぐらいあるのでこう船がえ荷下ろし荷上げする時にこう潮が引いてても満ちててもしやすいように階段が発達したと雁木って言われるところですね。 でこういうものが残ってるじゃあ何で使われてたのかっていうのをちゃんと理解できてるかどうかっていうろが非常に重要だとでそういうものに注目していくとじゃあこの何気ない風景どこが一番勝ち付けられるかっていう話ですねこれがまあ非常に広島では重要でこのまあ皆さんも分かると思いますが木あの木が非常に実は重要なんですねここは平和公園の近くで えー、原爆で全部なくななったところですなので先ほどのようなこういうふうに使われてたヒントとしてはこういう木ですね川沿いにこう蔵屋敷がしっかりあのいっぱい並んでおそらくまあこことは違う場所なんですけどもおそらくさっきの場所もこういう感じで、えー、建物が並んでたで武家地だったのでそこに木がやっぱりあっただろうと。 でも原爆で建物がなくなったので川沿いというところを緑地化してで遊歩道を作るという整備の段階でおそらくこの木が実は残っていて当時の計画者の人たちはまあ原爆の後は広島では残っているものはなるべく残そうというおそらく意図があったと思うのでこういう遊歩道を作ってもあの木がちゃんとこう残されているとおそらくそういう。 プロセスじゃないかなと思うんですがまあ、そういう何気ない風景をどう価値づけられるのか、こう。次の世代の人たちがここを整備するときに、ちゃんとあの木を価値づけられるのかっていうのが大事かなと思っています。で、例えばこれも本当に何気ない風景ですね。で、これのどこに価値があるのかで、地元の人も気づいてない価値を発見できるのかで、忘れられた。過去をどうやって呼び起こすのか。まあ、あそこも正解を出しちゃいましたけども。 あそこに価値が置けるかどうかっていうう話ですそれどうやって読み解くのかっていうと、まあ、これもあそこの赤丸のちょっと見えにくいですかねここですここで発見したさっきの石垣のところですけどそこはじゃあもともとどういうところなのかっていう話をすると実は江戸時代の護岸ラインなのでずっと地図を見ていくとちょっとしたカーブがすごい気になるんですよね。 で江戸時代の護岸ラインの石垣があってそこの上に住宅ができたのであの石垣だけ残ってるんじゃないかっていうふうに見えてくるわけです。でずっとそうやって地図を見ていくとこの辺にもカーブがあるのであそこにもなんかこう歴史的なこう重要なものが残ってるんじゃないかなっていうふうにこう見ていくとそういうふうに、えー、都市市っていうところでは、えーまあ、あの地図をね積み重ねながらこう場所を読み解いていくっていうことをしています。 でここからが多分私に課せられた課題だと思うので、ここからはちょっともうちょっと丁寧にいきたいと思います。テリトリオ聞きなれないと思います。皆さん建築学会入ってますか？入っている方、あの5月号今年の5月号と11月号ぜひ見てください。あのここにテリトリオとは書いてあります。なのであの今日興味を持っていただいた方はぜひ。 こちらを丁寧に読んでいただくと今日の話が分かるかなと思うんですがまあ簡単に言うと地域です地域でイタリア語で地域を意味してましてえ土地とかそういう自然条件の上にまあ人間の手が入っている文化的景観とか歴史とか伝統とか共同体そういうものが結びつくまあ,あと食文化ですねが成立している地域ですでそういうのがまあ都市とか田園とかそういう相互関係とか流通とか そういういもさまざ、あ、まな面を持っているんですがこ、まあ、言葉で説明してもわからないと思うので今日は事例で紹介したいと思います。で私の研究対象地はこんな感じで、まあ、イタリアを主にやっているんですが、まあ、主にベネチアですねで。例えば湿地帯という枠組みで切り取るとこういうエリアが、まあ、切り取れるだろうとかですいろいろあるわけですが今日のメインはここですね、ベネチア。 でラグーナっていう、まあ、それも湿地帯型湿地帯水域ラグーナっていうものがありましてその背景にこう、えー、広がっている本土っていうふうに訳してますけど背,背景に、まあ、田園山とかがこう広がっているとでその中のこれ川ですね川を塗ってますそういう川を軸にした地域の見方っていうのを今やってましてでピアーベ川シーレガブレンタ川っていう川がいっぱい縫って まあ注いいでででるんすすけどもそういう域,そういう流域ですね日本語で言うと流域そういう流域新たな地域の枠組みっていうものをこう見ていきたいなと思っているところです。でまあそれが行政とかね領土とかそういうものとは違う見方ができるのではないかということでやっているわけですがスケール感覚をちょっと持ってきますとラグーナっていう湿地帯が東京だと東京湾よりはちょっと。 狭いいぐらいですかねで川は日光ぐらいから東京湾に注いでいるようなイメージのスケール感覚ですで今日分かりやすいのでこのピアーベ川っていうのを事例に話したいと思いますが、まあ、ベネツィアっていうのはそもそもこういう本当に湿地帯の中に突如として現れている都市空間みたいな感じなんですが、まあ、ここがじゃあ何でできたのかっていうのを読み解くのに おそらくこういうテリトーリオっていう考え方をした方がいいんじゃないかっていうところです。なのでベネチアを支えてきた周辺地域の役割について見ていくっていうことなんですがじゃあそのベネチアはどうやってできたのか。本土かでその川が土砂の堆積をこう運んまあ川,川がねいっぱいこう流れてると、えー、土砂が。 どどんどん積もっていきますのでそれででで土地ができていくとで海の波で削られてこういう特有な地形ができていく。で考えられてるのはこうやってポコポコ島が浮いてる状態ぐらいだったのをこう人間の手でだんだん高密にこう建てられていく1500年にはもうこれぐらい,い高密もほとんどこれベネズアできてますけどでもっともっと高密によって今見るこ航空写真ですねこんな高密にできていく。 でこれ皆さんよくご存知の、まあ、代表的な風景を持ってきてますけどまあベレデツヤができているで橋とかちっちゃい運河ですねに直接建物が建ってこんな不思議な街がじゃあどうやってできたのかっていうのを読み解くために、まあ、テリトリオっていう概念を持ってきたらどうだろうかっていうところです。で実際にはあの建物の下は全部「木食い」っていってこれ基礎を打ってるんですけど本当に。 いいっぱいもう森と言われてますけど、地下がね、それぐらい木がいっぱい埋まってます、その上に石を築いていって、レンガを積んでって、こういう形で町ができてるわけですが、実際これ、これ大学ですね、貴族の館が今、大学になって,てまて、床は石で、壁がレンガで,で、針に木造がありますけど、こういう感じでできてます。なので そういうい建築資材がどっから来るのっていう話ですよね、まあ、ベネチアの周りであの本当にあんな水が張ってるところなのでその中でできるわけではないしどっかから持ってこないといけないと。で今まで言われてきたのはそこがベネチアででこ地中海なんですけどこっち側のことばっかり語られてたんですね海からいっぱいこう建築資材を持ってくるとか、まあ、まあ間違いではないんですけどそっち側の視点 がもう本当に多くてアドリア海の向こうからいっぱいいろんな物資が来るっていうだからベネチアは海洋都市ベネチアっていうことで海洋都市国家ですごいんだっていうことをずっと言われて続けてきたのでこう大陸の方は本土の,その背景私が今日発表しようとしている地域っていうのは全然まあ見向きもされないってまあ地元の人はまあ知ってるだろうけどあんまり注目しない。 そんなな威張ることじじゃいいしぐらいの感じでむしろこのアドリア海側の方からいっぱいこう物資とか商品とか交流とか文化とか来てるんだみたいな話がずーっと語られてきたのが現在まであります。でそれってどうなのっていうところで私の方でまあ川とのつながりを見ていきたいなっていうことでこれは仕入れ川って今違う川なんですけど水車あの産業ですね。 小麦を引いてた地域でブレンタ川これ飲料水とかもありますけどあので今日のメインがこのピアーベ川流域ってところです木材がすっごい届いてさっきの木食いのところですねとかあとは造船とかでこのピアーベ川じゃあどういう川なのか森がいっぱいあって川があってもう本当に穏やかな今はとっても穏やかなあのこういう川辺でピクニックみたいなこともしてるみたいですけど。 でえーまあ、ここをですねどうやって読み解くかっていう話なんですけどあのそれぞれのこう地域であのここの木材を使ってベネツィアの都市を築いてきたっていう話はそれぞれの町ではあります。という話はそれぞれの町ではあります。その本当に点ですね郷土市っていってそれぞれの町でそれぞれの村で自分たちはベネツィアを支えてきたんだみたいな話は聞くんですけどそれがまあ全然つながってないっていうのが現状です。 あのイタリア人はオラガ村じゃないですけどその町大好き自分の町大好きだけど隣の町見,見ない見ないっ,て言ったらうですねだけどあんまりそこまでその隣の村をこう評価するってなかなかないので本当に点で全部がバラバラですなのでそうじゃなくてやっぱり全体をつないでみたいっていうことで一個ピアーベ川っていう軸をちょっと提案してそこでどういう風な地域交流というかあの 文化形もともとの、まあ、ここで今言う話は木材産業ですねなが成り立っていたのかっていうのを見ていきたい、まあ、見ていこうっていうことをしていますなのでイタリア人に逆にこれ見せた方がえって思うことなんですけどあのそういうことを実はやってますで森がこういろいろあってこれはまあ共和国が管理した森なのでこういう森がまあ,あってそこから木が届くっていう話ですね。 木材あのこれは造船用ですね造船用の森ですねあの船体って言って船,船用とかオール用とかこぐいろんな材によって森も管理されていたでそれが伐採して丸太のままこう運ばれていくとで川のえっと支流の方ですね注ぐ方のえもうところにはいっぱいこう丸太が貯められて一気に これは水門みたいなもんですけどもそういう装置があったりとかあとはいっぱい届くとこれ丸太がめちゃくちゃ届く場所っていうのがここにあるんですけどここですね上流から丸太がどんどん送られてきてここでせき止められるまず。でこの人ここに人間いるんですけどこの人たちが一応木に。 印ついてるんですよ一応この木はどこどこで切った誰々のものみたいな感じで印がついててその印を見ながらこの人たちが仕分けをするっていうものすごい作業なんですけど結局ここ流れるまでにあの木と木がぶつかり合って傷ができすぎて傷が読み取れないっていうかそのマークつけたけど読み取れないみたいな。なのでこの町ではそういう読み取れない木材が豊富に集まるので。 意外とこの村がリッチだったっていう話もあります。で仕分けしてどこのせ今度製材所が分散してるんですねどこの製材所にその丸太を運んでいくかみたいなまあそれも川で運んでいくんですけどそういう仕組みがあったりとかでこれですねここに今でもあるんですよちゃんと古い家にはこれがステータスとして実はあったりします。だけど そののマークがどの例えば今でいうグッチとかプラダとかそういう感じですよブランドみたいな感じでそれぞれの,あの製材所でえまずはあれですね丸太になる時にこう傷をつけて自分たちのブランドをでその後に製材所に持っていった後とも今度は製材所のブランドがこうついていくみたいなあるんですけどまあ,まあなかなか。 難しいなのでベネチア行った時にベネチア限らないですねイタリア行った時にこう木材木造の家とか見たらあの古い木かどうかっていうのはすぐ分かりますこういう傷があるかどうかで今度はこう木材を運ぶんですけど製材所の次は、えっと、木材を運ぶっていう話があるんですがそれは今度は丸太をに丸太っていうか製材ですねしたものをいかだに組んで 運んでいくんですがそのいに組んだやつを今度はリレー方式でここでこ,こでだに組んででここまで運ぶでここから今度は違う人たちが運ぶみたいなこうリレー方式で木材を運んでったっていうのが分かってますでまあ今でいう宅急便みたいなもんですよねこっからここまで黒猫大和で運ぶみたいなでそれリレーで受け継ぐみたいなそういうイメージでそれが 5カ所あったみたみいですねでその、えー、丸太に組んで、えー、イカダに組んで運ぶそのイカダの上にも、まあまあ、いろんなものを載せて、まあ、木材を載せる場合もありますしここの絵はワインですねとかそういう感じででこれ税金を取ったり途中でっていう感じででベネチアまで届きますよとでこういうふうに、えー、木材産業というものをつないでいくとまああの どういう地域でこのベネチアを支えた地域が成り立っているのかというのが分かってくると。で、さらに木炭とかも運んでいました。その言い、えー、方ですね。にのせて木炭も運んでいましたし、石材も運んでいたと。であとは鉄とか、まあ、いろんなもの、本当にいろんなものを積むんですが、そういうふうに商品まで目を向けると、もっともっとこう広範囲に地域像というものが描けるんじゃないか。ということを していますでそういうことをじゃあやってきた時に日本でどういうことが考えられるのかっていうことで、まあ、日本そこで是非5月号を見てくださいここでも発表してますで瀬戸内をまあ対象として瀬戸内ではじゃあどういうことが描けるのかっていうのをちょっとチャレンジしたのがこの5月号に載せているところですけども、まあ、瀬戸内っていうのはねあの秀運で成り立てた 船運で成り立っってたいいうののは皆さんご存知のことだとだ思います例えばまあ古代の周雲があって次に北前船があってとかいろんな気候地があってっていうのを1930年代ぐらいまではかなり活発にこう船が使われて交流があったということはまあ皆さんもうご存知だと思うんですがさらにですねここに川がいっぱい川限らず海道もあるんですけどいっぱいこう注いでいます。そういういとところとこの えそうですねこうあるのでそういうところの地域でもお酒とか米とかそういうものがこう運ばれてたあるいは商品ですね。なのでそういう地域のつながりっていうものが個々にあるんじゃないかということをこう見ていきたいと思っています。例えばで成り立っってててたところもあの塩田って言って瀬戸内海だけじゃなくて こう労働者っていう目を向けていくと内陸にいる労働者の人たちもいますその人たちが塩田に出稼ぎに来ているっていう労働者を見ていくと結構あとは薪を集めるところですね薪を集めあの塩田って結構火使うのでそういう薪を集める場所も内陸とつながっていたということが分かりますし先ほどもちょっと触れた朱雲これ充電圏なんですよ津山っていう充電圏があるところ。ろなんでここに重電の 町がこんなにに奥地に栄えたのかっていうことを考えていくと実は瀬戸内との風殿との交流があったからこういう奥でも栄えることができたっていうことがだんだん分かってきてそういう意味ではもうこれ最後のまとめになりますけどもそういう個々のまあこれ小さいテリトリオってまあ言ってるんですけど実際には結構大きい広い範囲です小さいテリトリオがこういっぱい無数にいろんなね積み重なりもあってそういうものをこう読み解いていってさっきの大きい 最終的には大きい瀬戸内のテリトリオというものをこう見えてくるんじゃないかというところで、えー、テリトリオの再構築と名付けていますけどもそういうふうに大きい枠組みでこれからは、まあ、都市、まあ、建築都市地域の枠組みを考えていく必要があるかなと思っております。以上で発表を終わりりまますありがとうございました 日渡し先生ありがとうございました。以上の講演をもちまして、記念講演を終了いたします。ここで模型についてご連絡いたします。ID017 上林さん、ID107 加藤さん、模型についてお伝えしたいことがございますので、こちらの交流ホール受付までこのお越しください。繰り返します。 ID017 上林さん、ID107 加藤さん、模型についてお伝えしたいことがございますので、こちらの交流ホール、受付までお越しください。これより場面転換を行いますので、約10分間の休憩を挟みます。 皆様、11時40分より引き続きトークセッションを行いますので、会場にお集まりください。